はい、今日は、えー、4月の16日今夜の7時42分ですね、えー、とハイビスカスがまた大きな大きな花をつけてくれたのでお花に水をやってて思わずわとですね今写撮ってますね、えー、とこっち西の空なんですけどもうすぐ太陽がもう沈むところですさっきまで太陽見えてたんですけどこのあと金,金星が綺麗に出てくると思います。えー、と私はですね 昨日の夕方の4時から3時間連続でアストロ,ロジャーのためのアストロノミーというクラスがですねあってその後連続でちょっと日本のですね講座を取っていてそれがやっぱ1日ある講座なんでその後連続で朝の1時ぐらいまでやって1時間2時だったかな それでその後ですねまた今度会員制の、えー、なんかミーティングがあって結局朝の5時まで夕方の4時から朝の5時までずっとズームミーティングになったんですねで今朝もですね9、えー、時から授業あったんですけどそれはちょっとスキップしてですね今4時からまた、えー、今さっきまでですねそのアストロノビーのクラスを取ってましたあとても面白いんですけれども えー、ちょっとね頭の中がパニックになりそうですね。えっ、ー、とこの間お見せしたあのーえー、これからちょっとお庭でねワインでも開けようかなと思ってるんですけど、えー、あもうこれねこれあのえっ、ー、と、えー、なんだっけ、えー、と月下美人月下美人のちっちゃなつぼがこんな大きくなってですね多分2日ぐらい明日はまだちょっと早いかなと思うんですけど。 あそこの奥にも今あるんですよね。うん、あの咲くんじゃないかなと思います。はい。で、えー、っとですね、今金星がね、まだこのもうちょっとしたらですね、金星が出てくると思うんですよね、えー。西の空にね、もうすぐ見えなくなっちゃいますから、ぜひぜひ金星をめでましょうね。あのー、やっぱり皆さんね、チャートを見てですね、ただあのホロスコープをその 画面のチャートの中だけで捉えないで今、えー、北半球にいる人はね、えー、っ,とってことは日本にいる方もそうなんですけど今例えば、えー、チャートを見るとちょうど太陽が今ロミータだともう西の水平線のとこにいるんですよだからあ今太陽が沈むなとで今月はどこだろうとねまだ月は上がってきてませんけど、あのー、金星がその前にまだいるわけですね だからもうすぐ金星出てくるなとかですねそういうのが、えー、分かりますでそれをですねいつもチャートを見ながら空を見てですね空とお話ししてみるといいと思いますよそこでたくさんのメッセージを星がですね教えてくれますから特にね皆さんアセンダントが大石座とかそれから天秤座の方太陽が大石座天秤座、うん座ノースノードが大石座天秤座っていう方はね金星がそのルーラーになりますから。 うん、もしくは2ハウスとか7ハウスにそういった大きなポイントがある人もルーラーになりますよね月が押し座天秤座の場合はまた、えー、金星がその月のルーラーになってきますから、えー、必ずですね何かメッセージがあります。でそんななようなこともね えー、もうちょっと掘り下げていくそれをやっていくためにはやっぱりですね基本のアキタイプのエネルギーをよく理解しておくと分かってくると思うので、えー、ぜひですね今日もまた、えー、新しく授業を、えー、と取られて入門コースを終わった方がですね、えー、ついこの間申し込まれたんですけどその方も楽しくて楽しくてあっという間に終わっちゃいました本当に楽しかったですとほ、うん、えー、本当に早くも初級も勉強したいですっていうふうなねあのメッセージいただいたんですけど あの今本当にお空とあのよくねあの、えー、星のサイエンスですよねを学ぶととってもたくさんの気づきが得られる時ですから是非皆さんも仲間になっていただけたら嬉しいなと思ってます。はい じゃ今日はまたこの綺麗なハイビスカスを最後に終わりにしますね。ぜひあの金星がね出てくるといいなと思ってるんですけど、まだちょっと太陽がいるから出てこないかな。Okay, so see you soon. Bye bye. So much love.